男子 5000m B のレースが今スタートしました。この男子 5000m B 目標タイムが13分5秒に設定されています。1周あたり単純計算で 62.8 秒で刻んでいくということになります。世界選手権の参加標準記録13分7秒切りを狙う選手たち、李さん、非常にハイペースですがどんな走りを期待しましょう。いや、 やはりですね、ハイペースの中で行ってほしいんですけど、若干ですね、ゆったりした感じのペースで入ってるなというようなイメージですね。そうですね、少し設定よりもゆっくりめにスタートしていきました男子 5000mB です。やはりまず外国人選手たちが前の方に上がってきて、日本人選手たちもしっかりと序盤はついていっているというこの 5000m のスタートになりました。現在先頭ナンバーカード52、九電工のコエチ・ベナードが集団を引っ張っています。ケニア出身の選手、最初の1周目 61.4 ということで、もう設定よりも若干早かったですね。そうですね、最初の出足の150ぐらいが遅くて、それからだんだんペースが上がっていった感じのですね、1周目だったですね。このコエチ・ベナードの作っている早いペースに日本人選手たちしっかりとついていっています。ナンバーカード63、吉井大和、中央大学の4年生が今全体の3番手のあたりにつけています。この吉井も箱根駅伝2区で駒澤大学の田澤らを抑えての区間賞ということで、非常にこれからが楽しみな選手ですよね。そうなんですよ、吉井君はですね、本当に積極的な走りを常にしますので、はい、そういう意味ではですね、箱根駅伝とイコールですね、今回のゴールデンゲームも見応えあるようなレースをやってくれるというふうに期待しますね。2月にアメリカで行われた室内競技大会で室内日本歴代4位の記録を叩き出しています。この吉井大和が現在全体の3番手につけています。 800m の通過が2分4秒、この1周が61.6 ということで、少しペースがまた早めに上がっていますね。そうですね、はい、先頭はコエチ・ベナード、2番手につけているのがナンバーカード66、東京国際大学のリチャード・ティー1年生です。そして3番手に吉井大和が今つけているという状況です。入り方としては日本人選手たち素晴らしい入りをしているんじゃないでしょうか。そうですね、1人今選手が足を気にしたでしょうか、外れました。レースは続けていますが、かなり差が開いてしまいました。先頭集団は順調にレースを刻んでいます。3周目3分8秒1、今の1周が 62.8、 少しペースが落ち着いてきました。依然として先頭を引っ張っているのがナンバーカード52、コエチ・ベナード、九電工ケニア出身の23歳。そして2番手の位置に66、東京国際大学1年生のリチャード・エティーリ。そして今吉井の右側からまた1人外国人選手が上がってきました。まではほぼ設定通り、若干早いぐらいのペースでレースが進んでいます。今リチャード・エティーリが少し前に上がってきました。先頭に立っています。このリチャード・エティーリは先月の日体大長距離記録会1万メートルで27分6秒88という驚異の学生新記録を樹立した期待の選手です。1600m の通過4分10秒、今の1周が62.9秒となっています。日本人選手見てみますと、今5番手の位置に吉井がつけています。ここまではしっかりとまだ外国人選手たちの速いスピードについていっています。ナンバーカード64、中野翔太はちょっと距離が空いて苦しそうな状況になってきました。そ
してちょっと西さん集団が縦長になって分かれ始めたでしょうか。そうですよね。やはりあの前の方のですね、先頭の方のペースが非常にいいので、はい、レーシングライトのですね、明かりを見ると分かるようにですね、ほとんど変わらないようなですね、いいペースで走ってますので、それにちょっとついていけない選手がちょっとこぼれていってるという感じですね。はい。ブルートラック上、選手たちの足元にライトが点灯しているんですが、これがウェーブライトというもので目標タイムのペースを表しています。ゴールデンゲームズイン延岡では今年初めて導入されました。この男子 5000mB では緑色のライトが13分5秒、そして赤色のライトが13分10秒、そして白のライトが13分30秒のペースを表しています。こうやって見ますと設定ペースよりもやはり先頭速いペースで進んでますね。そうですよね。非常にいいペースだと思うんですね。積極的な走りですもんね。このハイスピードしっかりとついていって終盤記録伸ばしていきたいところ。日本人選手この先頭集団に2人まだ食らいついています。ナンバーカード63中央大学の吉居大和、そして外側にいるのがナンバーカード74ホンダの伊藤達彦です。この伊藤もオレゴン世界選手権、そして東京オリンピックの1万メートル日本代表ということで非常に力のある選手ですよね。そうなんですよ。伊藤君はですね、もう元々力あるんですけども、現在非常にこう調子もいいということでですね、今回13分10 15から20ぐらいが狙えるんじゃないかという監督の談話でしたね。はい。昨日伊藤にお話を聞いたんですが、1万メートルのためにこの5000の走力を磨いていこうというテーマで今季はやっているそうです。前の方で積極的に攻める走りをして最後まで粘りながらタイムを出せるように頑張りたいと話していました。久々に調子がいいので自分も楽しみですということです。ただやはりこの 5000mB かなりペースが外国人選手たち上がっています。 2800m を通過します。集団縦長になってきました。7分19秒で、依然として先頭を引っ張っているのはナンバーカード66リチャード・エティーリ、ケニア出身の選手。日本人選手たちも少し遅れ始めましたが、ここ踏ん張ってほしいですね。そうですね、非常に速いペースですけども、ここで踏ん張ってですね、ぜひ自分の自己記録を更新してほしいと思いますね。吉居大和が少し集団から遅れ始めました。まだなんとか伊藤は食らいついているという状況です。3000m の通過が7分50秒ということで、やはり13分前後のペースで今レースが進んでいます。かなりのハイペースですが、この集団の中なんとかホンダの伊藤もついていっています。先頭集団は現在5人、リチャード・エティーリが作るペースに4人の外国人選手たちがしっかりとついていっています。その後ろにまた4人の集団、2人の集団、3人の集団があって、その後ろに日本人選手伊藤が頑張っています。先頭は12分台が望めるペースです。さあ伊藤、前前前前で前、先頭がやはり13分を切るようなペースで進んでいく中、このホームストレート駒澤大学の2人も少し今位置を上げてきました。ナンバーカード54の鈴木とナンバーカード55篠原です。この2人も非常に将来性豊かな選手たちですよね。そうなんですよ。篠原君は最近ですね、非常に調子が良くてですね、5000、1万の自己記録を大幅に更新していってますので、はい、今日の走りもですね、非常に期待できると見てましたので、これからだというように思ってます。2人でしっかりペースを作って自分たちのリズムで記録を上げていけるでしょうか。この駒澤大学ナンバーカード54の鈴木にもレース前お話聞きました。冬に故障もあって万全な状態ではないそうなんですが、世界を目指すような選手たちに挑戦していくという気持ちで走りたいということでした。
日本選手権の標準記録は最低限切って自己ベストを更新したいという意気込みでこのレースに臨んでいます。そしてそのすぐ後ろにつけているのが同じく駒澤大学の3年生篠原幸太郎です。先月金栗記念の1万メートルで学生歴代4位の記録を出しました。3月の全日本学生ハーフで優勝してワールドユニバーシティゲームズの日本代表にも決まっています。かなり先頭と差はつきましたがこの2人の走り見て西さんいかがですか？そうですね、思ったよりもですね先頭の方がペースが速いという感じでですね前半ちょっと速すぎたのがですねちょっと苦しい展開に なってますよね、はいはい。ただそこでしっかり自分たちの走りに切り替えられているというふうに見ていいですか？そうですね、やはりもうここは粘っていくしかないのでそういう分の走りをやってますね。先頭集団は 4000m の通過10分28秒ということでやはり13分切るようなペースでまだレースが進んでいます。その超ハイペースとなっているこの 5000m 日今篠原が映っていますがしっかり踏ん張っています。そしてその前にはスバルの清水寛太の姿もあります。今回の目標13分20秒から30秒ぐらいで走れればと話していたスバルの5年目清水寛太です。先頭バックストレートを走って間もなく 4400m を迎えたところ11分31秒、今の1周も 63.5 秒でカバーしています。若干1周あたりのラップは落ちてきましたがここから上がってきますからね。そうですね、最後やはり出し切るレースをですねみんながしますので、はい、最後の1周55とか54とかで回ってきますので、ね、すごいペースでいくと思います。ラスト1周の鐘が鳴らされました、はい、ここから誰が仕掛けていくんでしょうか。まだ先頭集団5人残っていますがさあどんどんスピードが上がっていきます。これぞ世界のスピードと言ってもいいですよね。そうですね、すごいですね。はい、ものすごいスピードで駆け抜けていきます。さあまだ5人、まもなく第3コーナーを回って先頭ナンバーカード59のテモイ・マイケルを外側からナンバーカード66リチャード・エティーリがかわしていきました。そして後ろナンバーカード76キプランガット・エマヌエルもつけています。さあ最後ホームストレートスピード勝負、ものすごいスピード、先頭はリチャード・エティーリ逃げ切るか、懸命に後ろも追いかけてきますが今トップでフィニッシュ。13分少し過ぎたあたりですが見事なタイムでリチャード・エティーリ今ゴールしました。そして日本人のトップナンバーカード74の伊藤達彦が帰ってきました。伊藤もラストしっかり出し切って今フィニッシュ、13分18秒ぐらいでしょうか、20秒を切ってきました。率直に今どんなお気持ちですか？そうですね、まあ、目標は13分15だったので、まだまだちょっと力及ばずという手になってしまいましたけど、まあ、本業は1万メートルですので、それに向けていい走りができたのかなと思います。スピードのある外国人選手が多い中でのレースになりました。レース展開振り返ってみていかがでしょうか？そうですね、序盤結構まあいいペースで行ってたのでそのまま押し切りたかったんですけど、まあ、ちょっとまだ力不足で、まだまだ叶わないところがありましたので、今後修正して、まあ今回これで6月の日本選手権に出場することができたのできるようになったので、まあ6月の日本選手権で、遠藤飛雄君を倒して、優勝したいと思います。このゴールデンゲームズイン延岡、会場から拍手や声援などもあったと思います。雰囲気など含めていかがですか？そうですね、大学2年生以来に走らせていただいて、すごい皆様の温かい声援をいただきまして、自分も力をもらって、自己新記録で走ることができたので本当に感謝しています。ありがとうございました。では最後に今後の目標を聞かせてください。6月の 5000m を優勝することと12月の 1万m で優勝して、2冠をして、
その後1万メートルで26分台を出してパリオリンピックに行けるように頑張りたいと思います。男子5000メートル B 日本人トップ伊藤達彦選手でした。お疲れ様でした。